君エルジェーベとは、ハンガリー・オーイシュトバーン5世の日である。このランスロー4世が未成年だった1272年から1277年には、摂政を務めた。君は、クマン族の意味で、エルジェーベとは、先例名である。エルジェーベとは1239年から1240年頃に、生まれた。おそらく、クマン族のハンケテニュの娘である。クマン族は、トルク諸語のクマン語。 または、キプチャク号を話す、クマンキプチャク連合の西の部族である。ヨーロッパのキリスト教徒からは、シャーマニズムを信仰する異教徒であるとみなされていた。1238年、父の家手には、モンゴルのルーシー信仰を逃れ、同族を率いて、ハンガリー王国へ入った。ハンガリー王ベーラ4世は、クマン族と同盟を結び、彼らがカトリックへ改修し、 ハンガリーの王位に忠誠を誓うことを条件に、ドナウ川とティサ川の間に居住地を提供した。このタイは、ベーラ4世にとっては、国境防衛の意味合いがあった。一方、遊牧生活を送るクマン族の家畜が農作物に被害を与え、付近の農民との間に摩擦が生じるようになると、ベーラ4世と対立する貴族たちは、この摩擦をベーラ4世への避難に利用した。 いずれにせよこの同盟は、ケテニュの娘のエルジェーベトと、ベーラ4世の長男のイシュトバーン5世との婚姻によって、より堅実なものとなった。同盟締結時、おそらくイシュトバーンはまだ赤子だった。また、エルジェーベトがイシュトバーンより年上であったかは、疑わしい。1241年、バトゥトス部隊の率いるモンゴル帝国軍のヨーロッパ侵攻が始まると、寝返りを恐れた。 ハンガリーの貴族によってケテニュは殺された。一方ハンガリー軍は同年4月11日のモヒの戦いに敗れた。しかし、モンゴル帝国の大反応後で崩御の知らせが届くと、バトは後継者を決めるクリル隊へ参加するためにカラコルムへの帰還を決めた。そのようにして、ハンガリーはモンゴルから放棄された。父のケテニュは死んだが、結婚の約束はまだ有効だった。 ケテニュのシ後ク満足は、ブルガリア王国へ去っていたが、ベーラ四世は、結婚によって、再びく満足との結びつきを強め、彼らの軍事力を利用しようとした。イシュトバーン五世との婚儀は1253年に、取り行われた。エルジェーベトは結婚の準備の過程で、カトリックに改修した。神童は12歳であり、花嫁、エルジェーベトもまた同じぐらいの年齢だった。 1262年、イシュトバーンは、ボヘミア王をおたかる二世に対する戦争に援軍を送った法相として、29の官区を父に要求した。労働へ、イシュトバーンは、若王として退官された。若王とは、国王の在位中に退官した、アールパードアサ、ハンガリー王国の皇太子に関された称号であり、東、ハンガリーにおいて王権を行使することができた。 つまり、実質的には、彼の得た勘区は、独立した王国として統治された。エルジェーベトは王妃となった。1270年5月3日、ベーラ4世は死去し、夫のイシュトバーン5世が、ハンガリー王となった。そのイシュトバーンは1272年8月6日に、死去し、エルジェーベトは10歳の息子、ラースロー4世の摂政となった。 エルジェーベとの接生としての統治は1277年まで続いた。一方、彼女が息子を得たことは新たな問題を生じさせた。息子のラースローは対等してきた貴族に対抗するために母の血統であるクマン族の社会を支持した。ラースローはクマン族の服を身につけ、クマン族の側室に囲まれていた。エステルゴム大主教ロドメールは異教徒のクマン族と ラースローの結束によって、教会勢力が危ぶまれることを危惧し、ローマ教皇の援助をも得て避難したが、ラースローはこのエステルゴム大司教からの、クマン族回収の請求も知りけた。同様に、ハンガリー貴族は遠ざけられた。後に、ハンガリー貴族の忠誠を買おうと試みたときは、代わりに、クマン族が遠ざけられた。1290年7月10日、ラースロー世は、 ビファールでの野営中、貴族に雇われた、クマン族に殺された。おそらく、エルジェーベトもこの時に死亡したとみなされている。ラースローの後継者のアンドラシュ主世政の地世期の資料には、エルジェーベトに関する言及がない。よって、エルジェーベトは1290年に死去したとするのが、伝統的な解釈である。エルジェーベトとイシュトバーン5世との愛の子として、以下の6人の人物が知られている。 ドナウヨーロッパ市 P47 ハンガリー市 HP87 ハンガリー市 HP95 ハンガリー市 HP85 ハット AB ドナウヨーロッパ市 P56 ハンガリー市 HP97 ハンガリー市 HP98 ありがとうございます。